しゃー、住所特定。ゲットした住所をバカスタグラマーにタグ付けして晒してっと。ざまー。ブラックワールド。俺の名は山口、42歳のニートだ。最近ゲームにも飽きてきて暇なんだよな。そんな俺には新しく始めた趣味がある。今日は誰にしようかな。バカッターとバカスタグラムをチェックしてっと。そう、俺は SNS でターゲットの個人情報を特定し晒すことに最近ハマっていた。お、こいつストーリーにコンビニバイト中なのに商品のお菓子を食べたって載せてあるぞ。いいターゲット発見。スカイツリーが映ってるから場所は東京だな。普段の投稿から制服で学校名も特定っと。バカだな。プリクラまで載せてある。これで名前も特定っと。知人を装ったサブアカでこいつの友達に DM を送ってっと。友やだけどサブアカ作ったわ。マサトにノート持ってきてって言われてるんだけど、住所知らない？ああ、それなら東京都。よっしゃー、住所特定。ゲットした住所をバカスタグラマーにタグ付けして晒してっと。ざまー。俺が住所を特定すると他のアカウントも便乗して、ピザ頼んどいたわとか、熟女指定してデリヘル呼んどいたわとか、いたずらしている様を見るのがさらに快感だった。そう、俺は特定界隈では結構有名な存在で、俺の特定を心待ちにしているフォロワーも多い。焦って返事してる。あー、愉快愉快。やっぱ俺様は天才だな。今回特定していた時に思ったが、可愛い子たちにやたら人気がある亮太とかいう俳優、気に入らないな。調べてみたら年も俺と同じみたいだ。同い年なのに俺はニート、こいつは人気俳優。くっそ、ムカつく。なんとかこいつを陥れられないものか。そうだ、俺には得意の特定術があった。こいつの住所を特定してやる。俺をバカにした罰を与えてやるんだ。翌日から俺は亮太の SNS を監視し始めた。亮太には女優の奥さんがいるが、 SNS の投稿内容を見ているとどうやら不倫をしている可能性が見出せた。この時間、奥さんの SNS ではテレビ出演って言ってるのに、亮太の SNS ではレストランでご飯の写真。机の形からして2人席っぽいし、もしかして奥さん以外の女性とデートか？これは大人気俳優の不倫を暴けるかもしれない。この店、どうやら亮太の行きつけらしいな。このレストランの投稿は第1水曜日の午後8時にされているみたいだ。ちょうど明日がその第1水曜日だ。これは真相をこの目で確かめるしかないな。俺は母親に資金をせがみ、何とかしてその翌日にレストランに張り込むことに成功した。もっとも一人だけ不格好な中年がレストランにいるだけで場の空気から浮いており、少し恥ずかしかったがそうも言っていられない。しばらくすると亮太が若い女性と現れた。ビンゴと俺は心の中で叫ばずにはいられなかった。俺は2人が手をつないで店を出るところの写真撮影に成功した。ざまあ、早速ネットにさらしてやる。亮太の不倫騒動は瞬く間に大ニュースとなった。そのあまりにものすごい拡散力に思わず俺はデヒヒヒと高笑いした。その翌日、亮太の謝罪会見がテレビで報道された。闇を暴いてやったぜ。それにしても人の不幸は蜜の味ってこのことを言うんだろうな。なんだ、いくらなんでもバズりすぎだろ。はい、もしもし。亮太くんの仇は必ず打ってやるからな、待ってろよ。わあ、なんで家の電話までバレてるんだよ。さらに俺の DM には住所特定しました、拡散済みですといった文面まで送られてきて、俺はもう正気を保っていられなかった。なんで特定なんてしちゃったんだろう。特定するんじゃなかった。俺はスマホ、パソコンの電源を切り、さらに家の電話のコンセントも抜いた。これでようやく安心できると思った。だが、被告を無期懲役とする。俺の名は山口。たった今無期懲役になったところだ。なぜこんなことにって？簡単さ、悪いことをしたんだ。気になった子がいてな。家まで何度もつけたことがあった。その度に通報されて捕まって、俺の気持ちを理解してもらえなかったんだよ。それにムカついて、家族が集まってる時に家を燃やしてやったんだ。ゆらゆら炎が揺れているのが綺麗だったのをよく覚えてるよ。家族の叫び声なんかも聞こえてきたな。現住建造物等放火罪ってので無期懲役になった。これくらいのことで無期懲役だなんて、日本の法律は厳しいもんだ。おいそこ、貧乏ゆすりはやめろ。ああ、なんだてめえ、貧乏なんだから貧乏ゆすりぐらいしてもいいだろうが。刑務所での生活は退屈だった。何年前のだよって本が置いてあるくらいで、娯楽は特にない。刑務所によってはパソコンを使わせてもらえるところもあるらしいが、俺もそういうところが良かったな。基本的には自分の罪を懺悔する時間や内職の時間、それと飯の時間くらいしかない。あとは暇な時間ばっかりだ。うんざりだ、こんな生活。早く脱出したいのに無期懲役。俺は一生このままなのか。ああ、うぜえうぜえうぜえ。おいうるせえぞてめえ。ああ、こいつの名前は雄太郎。何でもヤクザの若頭だとか。この刑務所の囚人たちのボスらしいが、俺はそんなもの気にしなかった。うるせえな、こっちはイライラしてんだ。ヤクザの若頭だがなんだか知らねえが、偉そうな面すんじゃねえ。ある日、昼食中に囚人同士の会話を聞いていると、いい話を聞いた。模範囚になりてえな。俺もな。無期懲役でも模範囚になれば仮釈放があるんだってな。何？模範囚。こんなところまで来て真面目になるなんてバカバカしいと思っていたが、そんなメリットがあったとは。よし、決めた。俺は模範囚になる。刑務官さん、この作業、私がやりますよ。おう、そうか。わかった。これはみんなが面倒くさがる作業なのに、すごいな、お前。いやー、これも仮釈放、いや、みんなのためですから、嫌なことは率先してやろうって決めたんです。最近は悪態つくことも減ったし、真面目に頑張ってるようだな。これからも頑張れよ。刑務官だけじゃなく他の囚人も俺を褒めるようになった。このままいけば仮釈放も近いんじゃないだろうか。仮釈放されたらまずはビールだな。それに脂っこいものもたっぷり食おう。刑務所の飯はパサパサしてるもんばっかりだからな。山口、最近ずいぶん真面目になったらしいじゃねえか。俺に悪態ついた時とはえらい違いだな。ゆうたろうさん、俺心を入れ替えて頑張ろうと思ったんです。そうか、そりゃあ偉いな。そうだ、お前に一つお願いがあるんだが。何ですか？何でもやりますよ。明日あるところに行って探し物をしてきてほしいんだ。ちょっと落とし物をしてな。大事なストラップなんだが頼めるか？ああ、それくらいだったら全然いいですよ。任せてください。頼むぜ。俺は雄太郎の言われた通り指定された場所に行き探し物を始めた。しかし一向にストラップなんて見つからない。おかしいな。狭い場所だし見つからないなんてことはないと思うんだが。おい、お前そこで何してる？そこは囚人は立ち入り禁止だ。看板が置いてあっただろ。看板なんてどこにも。まさか雄太郎が俺をはめて。言い訳無用だ。重大な規則違反だぞこれは。お前は懲罰房行きとする。懲罰房？そんな。懲罰房とは規則違反などを起こした囚人を一時的に収容する部屋のことだ。娯楽などは一切なく、ただひたすら懺悔だけをさせられる。しかし問題はそれではない。懲罰房域になった人間は基本的に模範囚として扱われることはなくなるのだ。待ってくれ、俺ははめられただけなんだ、ゆうたろうに。うるさい、言い訳するな。待ってくれ。懲罰房は噂以上に孤独な場所だった。妙な匂いもするし閉塞的。それでいてもう模範囚として扱ってもらえなくなるだと？こんな理不尽があってたまるか。懲罰房から出してもらえたその日、俺はゆうたろうに文句を言いに行った。よくもやってくれたな、ゆうたろう。何の話だ？お前が俺をはめたんだろう。囚人は立ち入り禁止の場所に行かせて。はっ、お前が模範囚になろうとするからだろうが。お前生意気なんだよ。一生この刑務所から出してやるものが。ふざけんな。おっと、ゆうたろうさんに何する気だ？それ以上近づくならボコボコにすっぞこら。なんだよこいつら。俺がここの囚人を仕切ってるって話は聞いてるだろ。それを知ってて俺に盾ついてくるからこういうことになるんだよ。やっちまえ。ゆうたろうの射程に俺はボコボコにされた。口中怪我して、食事の時は何を食べてもしみる。顔の怪我を見ても刑務官は何も言ってこねえ。もしかしてゆうたろうは刑務官にすら顔が利くのか？このままじゃ一生ボコボコにされる。そう思った俺はなんとか模範囚になれないかともう一度内職や仕事を頑張った。しかしその度にゆうたろうたちに邪魔をされ、何とも懲罰房に入れられた。許してくれ、ゆうたろうさん。俺は無期懲役でもう外に出ることができないんだ。模範囚になればもう一度外に出られるかもしれないんだよ。頼む、俺に外の景色を見させてくれ。そうだな、そこまで言うんだったら刑務官を殴れ。え？それくらいできるだろう。外に出るためだったらな。それともできねえのか？やるとも。刑務官を殴ったりしたら模範囚にはなれないかもしれない。しかしゆうたろうたちをどうにかするのが先決だ。そう思った俺は近づいてきた刑務官に一発きついのをお見舞いした。貴様何をするか、許さんぞ。みんな来てくれ、囚人が一人暴力を振るった。瞬く間に人が集まってきて、俺は袋叩きにあった。当然懲罰房に入れられた。貴様、これだけで済むと思うなよ。刑務官に暴力を振るうようなやつは一生外には出られないんだぞ。そんな当然だろう。そんな危険な人間出せるわけがないだろう。お前は一生ここにいるんだ。待ってください、そんな。ざまあねえな、山口。ゆうたろう、嘘だろ。なんで俺がこんな目に。殴ればもうやめてくれるんじゃ。あれ、そんなこと言ったが。お前を一生この刑務所に縛り付けておくことしか考えてなかったから、何を言ったかなんて忘れちまったよ。ゆうたろう、てめえ。何がてめえだ。まあ、その懲罰房から出たら覚悟しておけよ。これまで以上にひどい目に遭わせてやるからよ。待ってくれ、ゆうたろう、待ってくれ。それから俺は懲罰房を出てから何度もゆうたろうたちにひどい目に遭わされた。一生出られないと分かった以上、もう自殺するしかないと思っても、刑務官を殴ったほどの悪人というレッテルを貼られ、四六時中見張られてしまい、自殺もできない。模範囚にもなれず、毎日ゆうたろうたちにボコボコにされて自殺もできない。今となっては問題を起こして閉じ込められる懲罰房が一番安全な場所になっている。もう俺の安住の地はここしかない。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。